それでは高橋さんの基調講演を受けまして、これから、シンポジウム1と題しまして、岐路に立つ日本の課題に入りたいと思います。ここではパネリストの方、まず5名の方に、非常に短い時間で申し訳ないんですけども、それぞれの関心に沿ってご発言をいただきまして、その後しばしの休憩を挟んで討論というふうに進んでいきたいと思います。では最初のお二方は憲法を専門にしておられる方なんですけども、まず最初にフェリス女学院大学の綱岡節子さんにお願いいたします。皆さんこんばんは。私はフェリス女学院大学で25年間憲法の授業をずっと担当してきたものですが、今日は立憲主義と96条改正ということで、お話をしたいと思います。でただ時間が非常に10分間でやるようにと言われているものですから、ちょっと手元 の, 皆様のお配りしました資料をご覧いただきまして、このようなものが入っているかと思うんですけども、これに従ってお話をさせていただきますので、ちょっと座って させていただきます。失礼いたします。まず初めにということですけども、周知のように昨年12月に発足しました安倍政権は憲法改正に非常に強い意欲を示しています。で当初安倍首相は最初に憲法96条のですね、憲法の改正手続きを変更して、憲法改正へのハードルを低くしようとしていました。でどのように低くしようとしていたかといいますと、現在の日本国憲法では衆議院と参議院のそれぞれの総議員の3分の2以上の賛成がないと憲法改正の発議ができないとしているところを、3分の2から過半数と変えまして、過半数の賛成があれば憲法改正の発議ができるという、そういう変更を内容としていました。そして96条の改正をした後で、基本的人権あるいは平和主義、国民主権といった日本国憲法の三大原則を変更しようという姿勢を示していたわけです。でその後日本国憲法の三大原則についてはやはりですね、合意がなかなか得られないというところは感じたんだと思うんですけども、従来通り3分の2以上の要件を維持するということも口にするようになってきました。でしかしながら私は安倍首相は96条改正を諦めたわけではないと思います。7月21日の参議院議員選挙の結果によっては96条の改正問題がまたぞろ前面に出てくる可能性は否定できないと思います。で96条の改正というのは単なる手続き規定の改正というにはとどまらない重要な意味を持っているのではないかと私は思います。でそこにはそもそも憲法とは一体何かとか、立憲主義とは一体何かという、憲法改正を論ずる際には避けて通れない問題を含んでいると思います。でそこでまず括弧1の憲法とは何かというところですが、人類史上ですね、初めて憲法が誕生したのは18世紀の末の欧米でした。でその憲法を近代立憲主義の憲法といいます。でその丸一のところですけども、ここで重要なのは近代立憲主義の憲法は公権力を握った者が権力を乱用して国民の個人の尊厳を侵害しないように国民が公権力の担当者にかけた手枷足枷だということです。でこの背景にあるのは国は必ずしも国民が幸福になることばかりをしてくれるわけではない、むしろ国民の個人としての尊厳を踏みにじることもあるのだという、そういう認識です。で法の精神という著書を表して有名なモンテスキューはこう言っています。権力を担当する者すべて権力を乱用しがちであるということは永遠の経験の示すところである。でしかしながら日本の場合はそうした公権力を握った者、これは簡単に言ってしまうと国ということですけれども、国と国民がを区別して、相互が互いに緊張関係にあるんだという、そういう認識というのは日本の場合はやや希薄ではないかという気がいたします。そして丸二のところに入りますが、
そのような形で憲法の中にはどのような権限をですね、誰が、あるいはどのような機関がどのように行使するかが書かれているわけです。つまり、憲法は公権力の担当者と国民との間の契約である。だから憲法に従った政治を行うこと、憲法に従った政治を行うべきであるという原理や原則を立憲主義と言いますけれども、この憲法に従った政治を行うことこそが公権力の担当者がその地位にとどまるための条件であるという、そういう意味を持っております。で、丸さんのところですが、こういった近代立憲主義の憲法とは、その中核的な価値は個人の尊厳に置いております。そして丸四のところ、その三要素というのはここに書けました3つです。すいません、なんかはしょるばかりで申し訳ございませんが、そして5番目いきますけども、その日本国憲法はじゃあどういう憲法なのかといったら、まさにこの近代立憲主義の憲法の正当な流れを組む憲法であると位置づけられるということです。で、次に括弧2に参ります。立場による憲法の持つ意味の違いということです。で、憲法がこのように公権力の担当者が勝手な統治をしないようにその手足を縛るものであるところからしますと、憲法の持つ意味は国民の立場から見るのと公権力の立場から見るのとでは異なってきます。で、国民の立場から見ますと、憲法は私たち国民の個人の尊厳を守ってくれるものですから、公権力の担当者たちに憲法に従った政治をしてほしいと求めることはごくごく当たり前のことになってくるわけです。ところが、公権力の担当者の立場から見る場合は、憲法というのは自分たちが手にした権力を思いのままに振り返らして統治したいと、そういう欲求を邪魔するものとして立ち現れてきます。したがって、公権力の担当者から出てくる憲法改正案は公権力の担当者への縛りを緩める方向に向かいやすいということがあります。で、それはまさに自民党の憲法改正草案ですね、昨年4月に出されましたけども、まさにその改正草案はそのようなものになっています。そして、括弧3ですが、憲法の名当て人は誰かということで、裏の方をご覧いただきたいと思います。近代立憲主義の憲法は公権力の担当者すなわち国が勝手な統治をしないようにその手足を縛るものである。そこでは憲法によって制約を受けるのは公権力の担当者すなわち国なわけです。で、したがって憲法の名当て人はこれは公権力の担当者であるということです。で、日本国憲法では天皇と摂政も含む公権力の担当者、これは99条をご覧いただきたいと思うんですけども、 それらの者たちに憲法遵守義務を課しています。で、ところが自民党の憲法改正草案によりますと、これは国民が最初に、まず第一ですね、国民に、憲法改正遵守義務を負わせ、そしてその次にですね、天皇と摂政を除いた公権力の担当者に憲法遵守義務を課しています。で、これは憲法は公権力の担当者を縛るものだったはずなのですが、自民党の関係憲法改正案ではそれが逆になって国民の方を縛るものになっています。で、次に括弧4に参ります。立憲主義の憲法と最高法規制ということですが、丸1としまして、立憲主義が国民にとって大切なのは憲法が国民の基本的人権を保障しているからだということが言えると思います。で、これは最高法規制を定めました日本国憲法98条1項の前に、人権の総則的規定である97条が置かれているというところからも読み取れると思います。そして丸2にもありますが、憲法の最高法規制を具体化したものが、一つは意見審査制、今日は取り扱いませんけども、ともう一つ構成憲法です。で、構成憲法といいますのは通常の法律を制定改廃するよりも、難しい手続きによらないと改正できない憲法を構成憲法と申します。それに対しまして通常の法律を作るのと同じように簡単に改正できる憲法を南西憲法と申します。で、丸三の方に参りますけども、自民党の憲法改正案3分の2から過半数に改めるという改正案は憲法の公正度を弱めることを提案しているということになります。
5番目に憲法改正の限界ということですけども、はい、A 説と B 説があります。ちょっと時間がございませんので、A 説をご覧いただきまして、B 説の方が通説です。つまり憲法改正には限界があるということです。どんな改正でもしていいというわけではないということですね。でその理由も意図論2つございます。そして、そもそもですね、96条憲法改正手続きは改正できるのかという、そういう問題があります。でそれにつきましても、学説としてはここに挙げました、A から D まであるわけですけども、私はこの D が最も妥当ではないかと思います。というのは、改正するものが自分自身の行為の根拠となる改正規定ですね、その同じ改正規定に基づいて改正するということは、これは論理的に不可能ではないかと思うからです。で終わりのところに参りますけれども、安倍首相は国民の 70% が憲法を変えたいと思ったとしても、3分の1ちょっと超える、国会議員が反対すれば指一本触れることができないというのはおかしいだろうという常識でありますと言っています。しかしながら、国会は必ずしも国民の声を反映した議員たちによって構成されているわけではありません。そして、また国民投票さえ実施されれば、国民の意思が直接に表明されるから、それで良いというふうな議論もありますけれども、それもいけない、それではいけないのではないかと思います。なぜならば、民意の表明手段とならない国民投票というものもあるからです。で、2007年に成立した国民投票法に従って、将来行われるかもしれない国民投票制度は、まさにそうした国民投票になるのではないか。場合によっては有権者の十数パーセントしか賛成していないのにですね、憲法改正を成立させてしまうと、そういった仕組みが国民投票法と自民党の憲法改正案の方で書かれております。で、安倍首相の言葉を書いていますと、そちらの方がよっぽど常識的におかしいのではないかと私は思っております。ちょっとお急ぎになりましたけども、以上で終わらせていただきます。どうもありがとうございます。皆さんのお手元に、日本国憲法改正草案、自由民主党が作成したものが配布されていると思いますけれども、この自民党の憲法改正草案は近代立憲主義を根底から覆していく大変なものなんですが、今の常岡さんのお話でその問題点がよく浮かび上がってきたのではないかと思います。